日米お笑い異文化交流、はい、ノブ&アイクで、うん、あの世界的コメディ俳優がウェルネクストに登場です。どうぞ。どうもどうも、こんにちは、こんにちは、どうもこんにちは。ビバリーヒルズキャンプでおなじみエディ・マーフィーです。あの、この間聞いてくれよ。この間カフェに行ったんだけどさ、バカな店員があったんだよ。あの、ミルクとお砂糖はお付けしますか。おいおいおい、俺はもちろんブラックに決まってるだろ。お前全然笑ってねえな。なんだお前これ、拳銃で脳天にドタマぶち開けてやろうか。なんてな、弾なんか入ってない、嘘だよ。他にもまだあるんで聞いてくれよ。他にもさ、こないだ後輩のビリーがものすごく落ち込んでたから、どうしたんだいって聞いたんだ。そしたら、長年付き合って彼女に振られちゃって、僕もお先真っ暗ですよ、だってさ。だから言ってやったんだよ。おい、そこのカス野郎、耳かぽじってよく聞けよ。そんなこと気にするなよ。俺なんかこの後もこの先もずっとお先真っ黒だぜってな。以上、ビバリーヒルズコップのおなじみエディ・マーフィーでした。みんな歯磨いて寝てみろ。